エドゥアルト・フォン・エンゲルトは、オーストリアの画家である。歴史画、風俗画を描いた。当時、プロイセン王国の領土であった、シレジアのプレスで画家の息子に生まれた。兄に、有名な鉄道技術者になるヴィルヘルム・エンゲルトがいる。父親から美術の教育を受けた後、ウィーン美術アカデミーで、レオポルト・クーペルビーザーに学んだ。1845年に、歴史画でアカデミーの賞を受賞し、奨学金を得て、1847年からイタリア、フランス、イギリス、中東を旅した。1854年にプラハの美術アカデミーの校長に任じられると、主に肖像画、人物画を描くようになった。装飾画も描き、ウィーンの教会の装飾画などをヨーゼフ・フォン・フューリッヒと描いた。ウィーンでは国王フランツ・ヨーゼフ一世と皇后エリーザベトの肖像を描いた。1865年にウィーン美術アカデミーの教授となり、1868年に新たに建造された王立宮廷歌劇場の装飾画を描いた。1871年にベルベデーレ宮殿のギャラリーの館長となり、1882年から3巻の収蔵目録を出版した。ありがとうございます。